はいどうもおはようございます。ルーズテアです。はい。あのー、昨日はね、その、スペースとかの都合とか、ちょっと、事情があって、何もできなくてで、できなくてっていうか、ラジオを撮ってるあれがなくて、で、俺もまあね、寝不足だったりとかしてるたんで、昨日とかね。なので、そのまま、えーと、でも、でも言うても何時だったかな、あれ、寝たの。 多分4時ぐらいじゃないかなぐらいにあの死、ー、なないうちに寝ててえー、っと相変わらず寝,寝起きいつもねあのー、花粉だか黄砂だかにやられるからいつもくしゃみが止まらなくなるからそのくしゃみの地獄を突破してからこのラジオを撮ってるんだけど <laughs> とりあえずさまあそんな感じなんですよなので本当にあのー もうね、昼間、昼にはなってない,いんだけど、まだ普通に。まあ言うて午前中なんだけど、ただ、すごい、あのー、昨日の時点ではそれはできなくて、普通に起きてから、みたいな感じですね。えっ、ー、と、報告としては、えー、昨日かな昨日に実写の動画をアップしました。えっ、ー、と、4日かな昨日だから。今日5日だよね。はい。えっ、ー、と、まあ、予告通りだと思うよね。 多分あのー、撮ったのは、実写の動画を、ね、回したのは、えっ、ー、と、先月の 31?33 時忘れたけど、それぐらいなんよ。で、えっ、ー、と、その動画内で、まあ多分動画見てくれた人はわかると思うんだけど、えっ、ー、と、動画内で、あのー、 多分6月の上旬頭ぐらいにはアップされると思いますってその動画内で言っちゃってるよねそのほその動画の動画内で言っちゃってるからそのまあアップされた日ってまあ見てる人にはわかるわけよ言ったらねでしかもなんか俺ね実写の動画撮るとどうしてもその、まあ、前にも、えー、と昨日も言ったかもしれないけどどうしてもさいろんなテーマをごちゃ混ぜで喋っちゃうからそのまとあちゃあま話はまとめてるんだけど どうしてもそのこの話もこの話もこの話もってなっちゃうからあのどうしても二十何分とかさ短くても15分とかさなっちゃうんだけど、えー、と今回は奇跡的にちいかわの話しかしなかった分あの8分ぐらいで終わってるよねあの正確には他の話もちょっとしてるんだけどほとんどもうちいかわの話しかしてなくて。 だからどうしても、だ,だから今日これサムネまたちいかわにしてるんだけど、なんでしてるかっていうと別に誰の話をするわけでもないから、あの別にちいかわの話を今日はするわけじゃないんだけど、言ったら、別に、あのー、アニメの放送も明日だしさ、言って火曜だからだ、だから別に今日は特に何にもないし、あのー、ショート動画の方も、えーと、弾は出し尽くしちゃったけど、<laughs> とりあえずあのー、先週の金曜か 先週の金曜に放送されたやつを、えー、と切り抜きをしてあげるやつ。まあ言ったら三つ星レストラン編の,そのスタートラインよね。で、まだそのレストランについてないんよ。知ってる、あの、ちいを見てる人は知ってると思うんだけど、まだそのレストランについてなくて、えっ、ー、と、まあネタバレになっちゃうから、あれなんだけど、ただその漫画を見てる人には、この先どうなるかが分かると思うので、もうあの時点で、あの <laughs>、 あの話が出た時点で次はこうだなっていうのがもうまあみんなわかると思うんでそこだけ軽く言わせてもらうとえっとこれからね言ったらなんか話したいことがいっぱいあるから一緒にご飯食べようよみたいなことを8割がちいかわに言ってるわけよあの前の話のラストで。で確かあそこって繋がってたはずないよ。 要はアニメってすごい短いから 1,、えー、と 1, 分ちょ1分半かなそこらぐらいしかないからその漫画で言うと1あのー、<laughs> 1枚のその漫画のその部分の全部はいかないよ下手して半分ぐらいなんよ言ったらあれってだからそのご飯食べに行こうって言ってその後に その2人でなんかいいお店を探してたら「そのこんな店あったっけ?」っていう「三つ星」って外になんか書いてるうさんくさい店に出会うわけよ。あのー、どう考えてもこの店ダメだろうってその、まあ、実際そこの店やばかったんだけどそ,のそういうことじゃなくて単純に、あのー、適当に作りすぎじゃん外に三つ星って、ね、書いてる。だってそもそもさ三つ星レストランってそういうことじゃないじゃん。 まあまあまあそれ分かった上で長野先生はわざとそういう,う作りにしてそういう店ができてまあ言ったらわななんだろうけど8割がなんか三つ星レストランだっ,つって入っちゃうからでちいかわはちょっと危機感を感じてたのであのそういうことなんよね言ったら。でまあ言ってそこからまあそこでその料理を食べるっていう話だったはずなのになぜかちいかわたちが風呂に入れられたりとか。 脂塗られたりとかあのー、何かでまかなんかあの生地で巻かれたりとかしてトルティーヤがみたいな感じで巻かれたりして、あのー、自分たちが食われそうになるってまああのー、あ注文の多い料理店っていうね、あのー、やつがあるじゃん結局そこに行ったら自分が食われるっていうやつね。っていうやつがモチーフになってるからその知らず知らずに食われるんだけどその。 ここでもねあのー、まあその話をね一からじ、まあ、今はほとんどしちゃったけどこの話をしても意味ないからあのー、まあ他の人もねそのちいかわ考察系の,の YouTube の人が他の人も言ってるんだけどあれでそのちいかわと8割の危機管理能力の違いがすげえ出てるんよねあのー、キャラキャラ的にあのー ちいかわとハチワレとうさぎの3人まあ言ったら3人ちいかわトリオって言われてる3人ねあの3人で言ったらうさぎはその自由人であの何考えてるか分かんないけど戦闘能力も高いし頭もいい頭も切れるっていうキャラクターなわけようさぎはね。で ちいかわは泣き虫だけどいざとなったらやるときはやるっていうキャラなのよ。でもその泣き虫っていうのはどういうことかって言ったら臆病なんよね臆病だから例えば、あのー、これまあちょっと話ちいかわとはずれるんだけど例えば、あのー、世界的なそのテロリストだったり、えー、とまあその犯罪者まあ犯罪者っていうと。 ちょっと普通にさ雪刷りの犯罪とかもあるからそういうのはちょっと別としてあのー、まあそういう国家的なテロリストだったりそういう危険なやつあの殺し屋とかまああと反社とかそういうやつでその,恐れその世間で恐れられてるやべえやつっていうやつって大体がすげえ臆病なんよね言ったら。 その何にも怖くねえよみたいなさその世にいるかっこいいそのアウトローみたいなやつって実はそうでもなくてその臆病でコソコソしててなんか常にこう何か人を疑ってたり恐れてたり何,何かが起きることその新しいことが起きることを常にビビってるやつの方が実はやべえやつなんよね言ったら。 で何がやべえかってなんでそいつらが強くて恐れられるかっていうとその他の人はビビってなくて「お前何ビビってんだよ」って言ってるところを一人だけビビってるって単にさそいつがさビビりでさ、あのー、怖がりなだけじゃんっていうふうに思われるかもしれないけどそれってまあ言ったら危機管理能力が高いからなんよ結局ね。その危機を察知できるし 常にこう警戒を怠らないい人間っていうことなんよ言ったらそのちょっとしたことで油断をしないっていうねはっきり言って。でかといって勇気がないわけじゃないよちいかわにしてもそうなんだけどあの勇気がないわけじゃないじゃんい,いざその仲間がやられたりとか追い詰められたりした時にその果敢に突っ込むでしょ。 まあ実際今回の三ツ星レストラン編のラストを見てもらえればちこの俺,この俺が喋ってる意味分かるしいや今まででもそうだったと思うけど今までよりも今回のちいかわがその敵と戦うシーンバトルシーンであの敵に向けて突っ込むシーンってあってその今まで敵に向けて突っ込むってもうその8割と一緒にさなんとかなれみたいな感じでさその勢いで潰しに行くみたいなシーンが多かったけどそう,そうじゃないんよ。今回は 蜂蜜がその他の,人他,他の人っていうかまああの星ね三つ星レストランの星ねまあこう見たらかると思うあのえとアイキャッチとかでちいかわのアイキャッチとかでちらっともう出てるからわかると思うんだけどあの星が捕まってるんよ3つだから三つ星レストランなんだけどそれをねその助けるためにあのなんかあのがっちり捕まっちゃっててそのなんか鎖というかなんか手。 手みたいなやつで捕まっちゃってるからそのあれを外すのに時間がかかると。でその間その逃げないといけないというかまあ要はその8割がそれをやってる間ちいかわがその時間を稼がなきゃいけないからちいかわはそのスライディングしてその巨人というかそこのちいかたちを食おうとしてるやつの股の間をスライディングでかわしてさすまたを取ってそれを振り回して。 おかかってこいよみたいな感じでやっててであの今,今こっちで気ぃひどくからみたいな感じで割にそにアイコンタクトを送ってるわけよちいかわがあれはすごいよねもうまさに主人公をしてるよねなんか龍が如くとかでありそうな展開だよねであれはすごいよなと思ってしかもあれだけのでかい巨人でさそのまともに戦ったらまず勝ち目がないやつに気を引いてさすまた向けてその至近距離で その時間を稼ぐってすげえことだからねはっきり言ってはいまあそんな感じですあのー、だから正直ちいかわってさあの臆病でビビりだけど勇気がそのあるっていうのって実はすげえことだよねもうその戦士として一番優れてるよね正直で8割はあのー、常識人だしあのー ななだろうなすごいしっかりもしてるししかも度胸もあるしっていう風に見えるんだけど表面上ね度胸があるっていうだから度胸があるんじゃないよ。はち割れってあの辺のものがその恐怖心だったりとかいざという時のあれがバグってるんよね。だからそのも,うもうね初登場の,あのスフィンクスの時でもあのスフィンクスに声かけて。 でスフィンクスに追い回されてるのにおおあのついてくるついてくるってに笑いながら逃げてたじゃん。でチーカーは泣いてたのにさ。でそもそもチーカーはその前にあのスフィンクスに話しかけようってその8割が言ってる時点でやめようやめようって止めてんのにあのー、なんでって首かしいんそのまま話しかけてるわけじゃん。言ったら。 でもそれ以外の場面でも行ってみそのチーカーがやめようって言ってるのに行ってみようっつって突っ込んだりすることもよくあるしいざ敵に襲われてもさあの卵暴露の匂いだとか言ってみたりとかさあのとんちんかんなこと言うでしょあのー、8割がだからあれってやっぱりその恐怖心のタガが外れてるよねでもじゃあなんで恐怖心のタガが8割外れてるのかって洞窟に住んでるじゃん結局で実際さ その家の中までギチギチっていう敵が入り込んできてるわけよ。あのー、八割あのちいかわと一緒になんかなんか何かを食べてたシーンとかでそのたまに入ってくるじゃんみたいなこと言ったら本当に入ってきたよその敵が。でその扉も何もないから普通にスッと入ってくるわけじゃん無音で敵が他のシーンでも何回か敵がその8割の家に入ってきそうになったシーンって23回あるけど普通に部屋の中まで入ってくるわけじゃん。 敵がそれに多分それが日常だから八割はで言ったらちいかわってさちゃんとそのしっかりした扉あの検証で当たった家にちゃんと住んでるから敵が勝手に入ってくることなんてありえないよ普通の家だからあれあの形こそさ丸いさあんまりああいう家ないけどあの普通の家だからね言ったらその普通に人間が住んでる家そのものだからちいかわが住んでるやつはちいかわっていうか、まあ、一部のちいかわ族が住んでるやつは。 でも8割の住んでるのはあの洞窟としてもそのなんか例えばちょっとある程度そのその入り口が狭くなってたりとかするのが普通ああいう入り口にその人が隠れ住んだりする洞窟としてはさもうちょっとなんかそういうなんか入り口が狭いところを選ぶはずなんだけどあんだけ入り口バーンと開いてるところを選んでるからで当然さそのチーカーと一緒にいる本編に出てくるシーンでも。 あれだけさあのギチギチとかその敵が入り込んでるわけだから普段からそのしょっちゅう入り込んでるはずなんよだから8割ってレンタル武器じゃなくてわざわざさすまたを買ってるわけよそ,のそいつだと戦わなきゃいけないからだからもう慣れてるんよねで慣れてるししかも自分の部屋よ言ったら自分の部屋の中に敵がしょっちゅう入ってくるってその戦士としてもおかしいからね その普通にありえないからそんな状況はだからそれに慣れちゃってるからそれが当たり前になりすぎてるからその敵に殺されるかもしれないっていう状況すらさほど,さほどビビってないよ正直8割ってだから危機管理能力がないって言ったら全くないんだけどただその逆の意味で言うとバグってるからある意味強いよね正直。 まあただそのコンビプレイだったりそのチームプレイをやるときに一人だけバグってるっていうのは多分やりにくいよ実際チーカワとウサギが困ってるシーンはあるから8割がそのアホ,スアホっていうかそのがが外れすぎてみたいな。なのでまあ今後ねそのチーカワと8割ウサギも含めてまあ漫画もね再開されたのでその長野先生がね退院したし。 だから、まあ、そういうのでその今後ね8割のああいうぶっ飛んだ部分がどうなるのかとかで逆にそのちいかわとかうさぎだとかのブレーンの部分がどうなるのかとかそういうのがねまた出てくるんじゃないかなとは思うんだけどね今島でやってるじゃんあの辺でもさ今はさなん,かなんか楽しそうなまま進んでるけどなんか洞窟に入ろうとしてるでしょあれだってさ、あのーまあ、うさぎが突っ込んでいってるように見えるけど実際8割だって行く気満々じゃんちいかわはビビってるけど。 もうその時点で一緒なんよ。まあそれはウサギはしょうがないよ。自由人だから。だけど、8割はもう行く気もまんまでもワクワクしちゃってるじゃん。もうそういうことなよね、正直。はい。まあそんな感じでね、ちいかは今後も楽しみにしてましょうということで、ロンティアでした。まあ